クロイチチャンネルです。本日は、ちょっとお休みなのでお寿司を食べに来てました。では関西弁のバラバラの準備で行ってもらおうか。お寿司を食べて、これは、流れてくるお寿司、回転寿司でございます。その回転寿司はここにあるモニターでポチッと押したらピュッと流れてきて、こんな合成でございます。決して100円寿司ではございません。エビも美味しいでございますが、マグロも美味しいでございます。マグロでございます。この黒いボードに流れてくるスタイルとは新しい流れ寿司スタイルでございます。このお店も3代目というぐらい、お問わずしということでね、結構うまかったでございますよ。何が言えて個室ですわ。この個室で、一人でご賞味いただける、また二人で来てもご賞味いただけるということで、この個室がたまりません。はい、皆さん、個室のお寿司、回転寿司といったらおしゃれと感じますか、それともビップと感じますか。ビップと感じたら一人前でございます。このビップと感じてたまるのは非常にいいでございます。まあ、1000ベロとか500円ベロでは食べられませんが、腹いっぱい、こんな風にモニターで選んで、くら寿司よりも豪勢なところがまだ回転寿司にあるというところを皆さんにご説明している次第でございます。この回転寿司はくら寿司、寿司やろ、いろんな浜ちゃん寿司やらチェーン店がある中、囲いがあり、また個室もあるんですね。非常にビップな気分でございます。また私の時間はまた YouTube 楽しんでください。中西3代目お父様方でした。